指導精神考慮セピロス剣術まとめ。はあ、こんなにたくさんの書物、試験までに全て見れますでしょうか。あ、先輩、お久しぶりです。何か私に依頼したいお仕事があるのでしょうか。え、ありがとうございます。そう言われてみれば確かに長いこと会っていませんでしたね。ここ最近試験の準備をするため、仕事と訓練の時以外はずっと図書館にいるんです。もうすぐ試験なのですが、復習しなければいけないものがたくさんありまして。はい、セピロス騎士団の選抜試験です。私はメイドとして長いこと騎士団にいますが、本物のセピロス騎士になるためにはこの試験を通過しなければなりません。ただ以前にもたくさん失敗しており、今回もうまくいくかどうか。手伝い？いえ、そのようなご迷惑は。これは私自身の試験なのです。自分の夢を叶えるための乗り越えるべき困難でもあります。それに試験まであと何日かあります。モンド城の栄誉騎士様の時間を私なんかのために割いてもらうわけにはいきません。しかし、もし試験当日にお時間がありましたら、騎士団の予定によりますと、あと半年後です。え？半年後は、もうすぐの範疇じゃないのですか？まだ少し日があるとはいえ、しっかりと計画を立てておきませんと、あっという間に時間は過ぎ去ってしまいます。ですので、きちんと計画を立てました。毎日睡眠時間を2時間削り、仕事を1時間早めに終わらせています。それによってできた時間を勉強に充て、これらの本を全て読もうかと。眠くなったらコーヒーを飲み、体力が尽きたら果物の砂糖漬けを。そんなことできません。それに勉強だけでなく訓練をする時間も設けているんです。実践も試験項目の一つですので。急に一気に話したからでしょうか、少しめまいが。いけません、明日も訓練があります。元気を出さないと。すみません、お見苦しいところをお見せしてしまいました。もう大丈夫です。はい、しかし試験のことを考えると心が落ち着かないのです。勉強と訓練をしている時だけは気持ちが楽になるのですが、毎回のように準備不足なところを見つけてしまって、不安感がさらに増してしまうのです。それは勉強だけにとらわれてはいけないということでしょうか。確かに試験自体の恐怖を克服できなければまた同じ過ちを犯すかもしれません。予想外の状況に陥ると思考が止まり、失敗が目に浮かんできて頭が真っ白になってしまうのです。成功時の想像ですか？どんな騎士？私の実力では正式な騎士になることさえも難しいと思っていました。理想の騎士は私にとってまだまだ遠い存在と言えます。偵察騎士ですか？そうなれば偵察騎士が増えたことでアンバー様はお喜びになるでしょう。しかし私は偵察とおとり役が苦手で、身のこなしもアンバー様のように軽くはありません。お役に立てるかどうか。あ、そういえばアンバー様からウサギ伯爵の作り方を教わったことがあります。ウサギ伯爵をおとりに敵を誘って仲間を守る、私でもできるかもしれません。はい、以前アンバー様に教わった時に使った材料が残っています。あとは追加でいくつか準備すれば。中身に使用するのは炎スライムの液体です。敵を引きつけるために使用する赤の染料はバルベリーを粉々にして作ります。ただ
バルベリーは乾いた状態ですとあまり色づきが良くありません。暴風産地で新鮮なものを取ってくる必要があります。今から暴風産地までお付き合いいただけないでしょうか。はい、これでバルベリーは足りると思います。あれは炎スライム？ちょうど材料にできますね。つい、潔白を証明するときだ。スライムの液体、それと粉々にしたバルベリー、これでウサギ伯爵を作れます。これを通して最後に縫い目を隠してできました。そんなことありません。ただ見よう見まねで作っただけです。これが役に立つかは正直わかりません。近くにヒルチャールの拠点があります。ウサギ伯爵をそこに置いて効果があるか確かめてみましょう。あ、ヒルチャールたちが来ました。ウサギ伯爵を使って引きつけてみましょう。どういうことでしょう。ウサギ伯爵を無視しているようですね。こっちに来ます。お気をつけください。ソフー、大当たりだぜ。マジかよ。サイチン、射撃準備。大当たりだぜ。ティッ、装填。ああ、注意を引くこともなく爆発もしない。結局私が真似できたのは外見だけでしたね。やはり私ではアンバー様のような偵察騎士にはなれません。もしかすると私はまだ正式な騎士になる準備ができていないのかもしれません。しかし他に何ができるのかいくら考えても私にはわかりません。試験に受かることを毎回期待しつつ結局はいつも失望する結果になります。この気持ちを思い出すだけで自分がどのような騎士になれるのか考えることを忌避してしまうのです。ジン団長ですか。私なんかがそのような偉大な人になれるのでしょうか。ジン団長はセピロス騎士団を支える柱であり私が追い続ける目標でもあります。ジン団長の実力に近づけたらそれだけで私は満足です。彼女みたいな立派な騎士になるにはどうすればいいのでしょう。そうですね、確かに目標がすごく高いものであればすぐに達成できなくても納得がいきます。しかしやはり私にはどうすればジン団長のようになれるのか皆目見当もつきません。ええ、確かにジン団長は市民のために直接手を差し伸べてくださります。強くて優しくて
私はまだジン団長のようにはなれませんが、少なくとも彼女みたいな優しい人になりたいと思っています。ではまずはモンドへ戻って、手助けが必要な方がいらっしゃるか探しに行きましょう。あの時はクイーンと話すのに夢中で何も見えてなくて、もし見つからないのなら騎士団にお願いしてみるってのはどう？ジン団長ならきっとすぐに見つけ出してくれるはずよ。ありがとうございます。もう少し他の人に、それでも見つからなかったら騎士団にお願いしてみます。うん、すぐに見つかることを祈ってるわ。それじゃ。騎士団に報告するべきでしょうか。マージョリー様、何かトラブルですか？あら、ノエルさん。はい、実はスメールから仕入れたモノクルが一つなくなってしまったんです。私が仕入れたばかりの品物を整理していた時です。モノクルが割れてはいけないと思い別にして置いていたんですが、整理を終えて見てみるとなくなっていたんです。周囲の人にも一通り聞きましたが誰も見ておらず。同じようなことですか？はい、ありました。あなたもご存知の通り、私の店では珍しい品々を置いています。以前にもスズキの木彫りや骨の装飾品などがなくなったことがあるんです。どれも騎士団に報告した後すぐに見つかりましたが、あの以前なくされたものは結局どこで見つかったのでしょうか？スズキの木彫りは本物の魚と間違えたらしく、マーガレットさんの子猫が加えていました。骨の装飾品は最終的に外の犬小屋で見つかりました。いえ、ジン団長の仕事をこれ以上増やすわけにはいきません。ジン団長の時間はもっと有意義なことに使うべきです。マージョリー様、モノクロを探す件私に任せていただけないでしょうか？ジン団長のようにすぐには見つけられないかもしれませんが、必ず見つけてみせます。はい、願ってもない申し出です。しかしノエルさんに頼むのは騎士団に頼むのと一緒な気もしますけど、まずは物を探す前にもう少し情報を集めた方がいいですね。モノクロのこと以外にもなくした時に何か不審な点はなかったか、マージョリー様に詳しく聞いてみましょう。早速何か進展が？聞きたいことがあるのでしたら何でもお聞きください。思い出せる限り答えます。なくしたものはモノクルです。スメールから仕入れたものですので見た目ですぐに見分けがつくかと。他の特徴といえば軽くて小さいってことくらいでしょうか？状況ですか。私はその時視線を下に向けて品物の整理をしていたので周囲のことはあまり気に留めていませんでした。しかしこの辺りは人も多いので、誰かに盗まれたのであれば他の人が見ていたはずです。音ですか？そういえばあの時なんだかパタパタといった音が聞こえました。ただすぐに音はやみ、このことについて周りの人に尋ねても手がかりを得られなかったので以降は気に留めていませんでした。なくしたものと関係があるのでしょうか？はい、その音は多分私の後ろを通り北西方面に向かっていったと思います。そういえばそっちの方はまだ見に行っていませんでした。先輩、そこに行ってみましょう。誰か知っている人がいるかもしれません。モンドへようこそ。
すみません、グローリー様。一つお聞きしたいのですが、先ほどパタパタという音を聞きませんでしたか？マージョリー様がモノクロをなくしてしまい、この近くを捜索しているのですが。パタパタですか？ええ、覚えてますよ。多分山柄が翼をはたく音だったと思います。今日はいつもより重い音になっていました。何かを持っていたのでしょうか？もしかすると山柄がモノクロを持っていって巣作りに使っているのでしょうか？以前屋根の掃除をしていた時、山柄の巣を見たことがあります。一緒に確かめに行ってみましょう。これで手がかりを見つけられますね。ありがとうございます、クローリー様。どういたしまして。風神のご加護があらんことを。ここにはないみたいです。見つけました。これがマージョリー様がなくしたモノクロですね。早く届けに行きましょう。あまり待たせていないといいのですが。マージョリー様、モノクロを見つけてきました。どうぞ。こんなに早く見つかったのですか？ありがとうございます。数日はかかると思っていました。はい、以前なくし物を騎士団に見つけてもらった時はかなり時間がかかったので。騎士団には処理しなければならない仕事がたくさんありますから、ジンさんがどんなにすごくても一人では処理しきれませんよね。ノエルさんがいてくれてよかったです。私たちも毎回騎士団にお願いせずに済みますので。あら、そういえばノエルさんってまるで二人目のジンさんみたいですね。そんなことないです。私なんかがジン団長と一緒だなんて。私にできることは些細なことだけですので。いえ、些細なことであろうとも、私たちにとっては自分の力で解決できない困りごとに変わりはありませんから。ノエルさんが将来正式な騎士になれば、そういった時間も取れなくなりますよね。それはそれで少し寂しい気がします。そんなことありません。もし本物の騎士になっても、皆様のお困りごとを解決し続けます。ただの冗談ですよ。ノエルさん、頑張ってくださいね。モンドの皆さんもあなたが騎士になる日をきっと期待してますよ。私もっともっと頑張ります。今回も本当にありがとうございました。今度はモノクルをきちんとしまっておかなくては。騎士になった姿ですか？え、そうですか。はい、多分もう怖くないからだと思います。昔は自分が騎士になった姿を想像するのが怖くて、期待が高まるほどその分失望をしてきました。しかし将来騎士になっても、私は今と同じことをやっているのではないでしょうか。些細なことでも、どんなに疲れるようなことでも。だって私はメイドとしてではなく、自分の意思でこういうことをやっているので。はい、誰かになるとか失敗するかもしれないとか、そんなことは考えずに、次の試験では前よりももっと私らしさを発揮すれば。
いつの日か私も必ず自分が誇れる騎士になれると思います。